はようございます雨の中座って豚まんを食べようとしてる。配信するためにこう家に帰らずにね、遠回りしようとしてる。配信がしたいよ。なんとなく誰も来おへんな。翼が手飛んでいく。あんなとこまでピアピピア口笛吹いてるわ。翼が手飛んでいく。あんなとこまでピアピピア口笛吹いてるわ。おはようございます。肉まん買いました。肉まん買った朝です。和と辛辣で。清き一票お願いします。清き一票。清き一票遅れ。遅れ。コンティニューコイン。あなたはオキシさん、お久し。当は元気かな。石鹸さん入院か。寂しいね。鎖も結構あれやったんやな。あの腕に当はじゃないわ、あの何やったっけ、名前はレナかな。カッターで切り刻まれたりして、石鹸さんの腕にね、あれ痛そう。なんかただならぬ関係やったな。東欧発の新型薬物 2M2B 睡眠抗不安。何新型薬物ってこのタイミングで、なんちゅうことすんねん。あなたもあれ、青いガラスみたいに捕まるよ。アヤバスカの人みたいに、あんまりやりすぎたら捕まるよ。僕も人のこと言えないけどね。あんまり宣伝すぎたら捕まるよ。まあでもそういう文化も面白いと思うんだけどね、日本は。絶対なんか書いてよ。みんなもなんか書いてちょうだい。僕は豚まんを食べるから、豚みたいな鼻で。この半値は数ヶ月前のものです。おい、オティシ君、
僕東大阪へんけどな、ここ東大阪一緒に住まへん？寂しいから。返事くれよ。僕はね、あの最近 DXM500 錠仕入れたよ、500錠。なくならんね、しばらく。まっすぐなくなるけどね。な、見たくないわ。みんな人の食ってる口な、なんか見たくないわ。おはようございます、和藤信也です。今日は仕事が昼からなんですよね。昼からオキシはあ、そんなに俺のこと知らなかったのか、ショック。何の話もしてもいいよ。キャス凍結されてもあれあるから、別のアカウント。なんか石鹸さんと親しい音楽家ということぐらいしか知らなかったです。あ、そう、そう、そうか。そうですね、あんまり関わりないですね。あんまりないですね。こんな朝にお前に乗れないなんて。違うか。ララダッタ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 タ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 タ。オキシが逃げている。
働いて飲む薬はうまいぞ。あ、そう、わからなかったですか。あれは人選ぶんですよ、メジコンは。合わなかったら知らない。僕はもう激烈に会ったから、激烈に会ってたから、僕は合わないなと思ったらやめた方がいいですよ。僕はもうなんかメリットしかないからやってる。デメリットが全くないよ、全くない。得られるものしかない。まあ僕の努力で得るようにしたんだってね。そういう体質に持っていったんだよね。 DXM を取り込んでやったのさ、僕の力にしようとしよう思って。僕にはできたね、それが。やったぜ。部屋の片付けをするためにスマドラみたいに使えるかなと思って。しょうもない話、しょうもない話。部屋の片付けなんか、何それ。要するにそういうことができるような人になれるようなスマドラでしょ。くだらない。やればいいじゃないの。やればいいじゃん。喉乾いた。量が足りなかった可能性があります。80キロもあるの。10錠は少なすぎた。80キロあったら10錠少ないかもしれないです。おデブな、おデブなおじさん、おデブな女性、女性なの。男性です。ですよね。おじさんっていくつなんですか。あの DXM スレの年齢不詳、何だっけ DXM のスレによったあの固定ハンドルネーム、物理薬とかあの辺のついて何か知らない。物理薬とかぐらいしか思いつかんな。見てないか、そもそも。
そうなんですか。僕もあんまり見てなくなった。見てない、最近は。なんだ、まあこう人は必要なものをこう頭を使って選んでいけばいいんじゃないですか。僕はものすごいものに出会ったと思ってます。オキシさん、オキシさん、オキシくん、オキシさん、お見合い配信、お見合い、結婚しましょう。こう見えて12時ぐらいから仕事があるんですよ。まあ心臓が止まるまでは生き続けて、たまには配信しようかな。オキシさん来てくれてありがとうございます。お、うなうたさんが何か始めたからそっち行こうかな。ありがとうございました。ありがとうございます。